はい、皆さんこんにちは、今だからのんびりフィルムカメラ一人フォトです。はい、今日ご紹介するためカメラはですね、伝説の世界的名機と言われた、ニコン F のアイレベルのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、このカメラですね、発売は1959年の6月に発売されました。で、今ついているレンズは、日本光学のニコール S オート 50mm の F1.4 というレンズがついていますけれども、このレンズが F2 で最初に発売されたレンズのようです。このレンズがついて当時ですね6万7000円だったという、そういったカメラになっています。で、このカメラ私はですね今持ってますけれども、絶対に手放さない、そういうカメラです。なぜかというとですね、絶対的にやはり、持っていて、満足する、そんなカメラになっています。2019年にはですね、未来技術遺産に登録された、カメラです。はい、このカメラ具体的にご紹介して、使い方なんかのですねお話をしたいと思います。はい、まず、レンズですけども、ニコンさん伝統の一眼レフのカメラレンズと取り外し一緒です。ここにボタンがあります。このボタンを押しながら、はい、回転させるんですね。この辺は今も変わっていません。ということはですね、今、発売されているというか今まだ売られている、あ、もう売られてないのかな、ニコン DF ですね、ニコン DF でも、このレンズは使えます。はい、レンズの取り外し交換ができる。それからですね、皆さんが一番戸惑うのがですね、フィルム交換なんですね。フィルム写真を始めた方はですね、大体使い方が分かってきて、この巻き戻しレバーを上げると大体はですね、この裏蓋が開くようになっていますけれども、このカメラはですね、はい、当時ニコン、まあ、S というカメラがあったんですけど、その名残でですね、裏蓋を開けるときには裏のこのレバーをですね、オープンの方に回すんです。オープンの方に回して、そして裏蓋ごと取り外す、そんなカメラになっています。シャッター幕は、当初は布製だったと言われてますけれども、後にチタン製になったということで、私のはですね、チタン、おそらくチタン製だと思います。チタン製の横走りですね、横に、はい、ちょっとシャッタースピード横に、はい、動くシャッター幕になっています。ということで、フィルムの装填がちょっと面倒です。というのは、ここにフィルムありますけども、フィルムはですね、ここにセットをして、はい、セットをして、はい、ちょっとここを押さえながらフィルムを、巻き込むことになるんですね。ここを押さえてないとフィルムが飛び出してきちゃうんです。ということで、後のですね、ニコン FM2 とか、ご存知だと思いますけれども、とはちょっ とフィルムの巻き上げ方がちょっと難しい、そんな煩わしさもあります。それもこのカメラの味だと思います。で、ついでにちょっと裏見ていただくと、ここにですね、ASA って書いたダイヤルがあります。これはですね、ISO感度を覚えておく、覚えのためのダイヤルです。ですので、ここを変えたからといって撮影には何ら影響はありません。はい、ですね、あとですね、このニコン F ですけども、1962年になると、これは電池も露出系も何もないでカメラなんですね。なんですけども、1962年にこのファインダーにですね、露出系がついた、カメラが登場します。フォトミックファインダーというんですけども、フォトミックファインダーに変えられるように、はい、ここのファインダーの横ですね、ここにですね、はい、ボタンがあります。ここをですね、ちょっと押してみます。はい、そうすると、はい、ファインダーが、取り外しができます。ということは、フォトミックファインダーと交換ができるということなんですね。そうすると露出系がついたカメラになる、そんなやはりプロ用の仕様になっています。私のカメラはここに日本って書いてあります。あ、間違えました、ニコンって書いてあります。フィルムカメラは
ここが日本工学になっています。それからですね、このニコン F のマニアの方は製造番号を見るんですね。製造番号で人気なのは、64で始まる番号が比較的人気があると言われてますけども、私のはちょっと新しくしてね、7から始まっています。もともとですね、このカメラ、フォトミックファインダーがついていたカメラなんですね、はい、圧倒的に今人気あるのはアイレベルです。この、露出系のついてないものが人気があります。なぜかというと露出系も不動のものが多いんですね。ですので、一層なくてすっきりしたボディ、デザインのものの方が圧倒的に今人気があると思います。あと分かりづらいところなんですけども、こうして撮影をしていきます。はい、撮影をしていってフィルムが終わったとき、はい、フィルムの巻き戻しをしなければいけないんですけども、巻き戻しをするときに通常はこの裏にボタンがあって押しますよね。このカメラの場合はこのシャッターの周りに、あるダイヤルが、ダイヤルというかですね、回すところがあるんですけども、それをですね A から R の方に回すんですね。 R の方に回して、そしてフィルムの、巻き戻しを行う、そんな仕様になっています。はい、露出系も何もついていないので、では撮影の時どうするかというと、今スマートフォンでも、露出系のアプリたくさんありますけども、私の場合は、ソコニックの、露出系を使っています。ISO感度を合わせてですね、そして、私絞り優先で撮るので、レンズの絞りと上のシャッターのスピード、合うところを探して、カメラにその、数値をですね、設定して、そして撮影します。私ですね、撮影したですね、七井宿という古い宿場町の写真がありますので、この YouTube の一番最後に、載せさせていただくんですけど、本当に素晴らしくよく写る、今でもですね、素晴らしい写真が写ります。これはね、おそらくですね、カメラとかレンズってどれを撮ってもそんなに変わることはないような気がするんですけど、やっぱりこういうカメラで撮ると綺麗に写るような気がするというか、綺麗に撮れる、これは、カメラの力とそれに、まあそういうものなんですかね、何か違った写真が撮れるような気がするんです。はい、あとですね、よくこういうカメラを売ってる時に、こういったケースなんかがついてるんですね。で、私こ、本革のケースがありますけど、これは大切に取っています。なぜかというと、こういうふうにですね、使えるところだけうまく利用して、このケース本当はボロボロだったんですけど、使える部分だけ利用して、こんなふうにですね、はい、肩にかけて撮影をすると気分もまた上々、いい気分で撮影することができます。はい、今日はですね、本当に機械的な、世界的なですね、名機です、ニコン F アイレベルのご紹介でした。これからもですね、さまざまなフィルムカメラご紹介していきます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ひとりフォトでした。ありがとうございました。